こちらのお蕎麦屋さんでお蕎麦一盛りいただきました。今度は下館方面の電車もう到着しているみたいなので入場したいと思います。残念ながら本席から益子までの区間はあのフリーパスの対象外ですので560円を払う必要がありまして、もう一度だと1120円、ここはちょっと気をつけてください。益子駅の外観こんな感じです。こんな大きな亀もありますよ。益子駅に到着しました。これから益子焼窯元共犯センターという先ほどの引き換え券が使える場所があるというので、そこを向かってみたいと思います。行ってきます。益子町の案内地図こんな感じになっています。ちなみに現在地がここです。益子駅、そしてこう東に進んでいってここに向かいます。益子焼窯元共犯センター、ここに向かいます。例によってここから先は公共交通機関を使いません。お金がないからです。お金がないって苦しいですね。あとは自分の足で歩いた方がその街の様子とかいろんなことが見えてくる場合があるので、そういう意味では予定外だったとはいえ、あの茨城県大子町の黒田の滝から黒田駅まで歩いた動画は皆さんにだいぶ見ていただけるなんて、そういう意味でも僕にとっても勉強になった動画の一つではありますね。だから歩いているというのもあります。それにしても今日はすごく暑いです。うだるような暑さとはこのこと。確か益子駅から益子焼窯元共犯センターまで10分かかるって聞いてましたので、この暑さですからちょっと大変かなという感じもしますね。あ、風鈴だ。ここは城内坂というそうです。この先をずっとまっすぐ行けば益子焼窯元共犯センターに到着できるそうです。現在地がここになります。いや本当に暑い。植木鉢のお店の横に共犯という文字が見えて案内看板になってるみたいなので行ってみたいと思います。
あんなところに巨大な信楽焼のタヌキがいましたよ。でもここ益子町だから益子焼のタヌキなのかな。で見えてきましたね。というわけでこちらが益子焼窯元量販センターです。さて一体ここで関東鉄道常総線そして真岡鉄道の益子駅間までセットになったこの1日乗車券の引き換え券何に化けるのか何がいただけるのか確認してみたいと思います。行ってきます。ここにあるもの全部半額だそうで、びっくり。入ってみます。日本遺産認定だそうです。いらっしゃいます。いらっしゃっちゃいました。では早速なんですけども、こちら引換券がない状態の1日乗車券なんですが、何と変わったのか発表しました。もしかしたらえってなるかもしれない。これが引換券と交換でいただいたものです。開けてみたいと思います。何が入ってるんでしょうね。テープを取ってこの積みをくるくると外してすると、すみませんね、あまり開封がうまくなっていて、チレンと、チレンと、こんなのが出てきました。これ、箸置きだそうです。箸置き。あー、なるほど。引き換え券で出てきたのが、この箸置き。まあね、日本はお箸の国ですから、やっぱりこういう箸置きはね、必要だと思います、僕も。というわけで、益子駅から10分かけてここに来たんですけども、箸置きということでした。というわけで、益子焼窯元共犯センターさんで、関東鉄道常総線と、それから真岡鉄道の益子駅間の1日乗車券についている引き換え券で何が当たるのかということで、僕は箸置きをいただいたわけなんですけれども、こちらの益子焼窯元共犯センターのスタッフの方おっしゃってたんですけども、引き換え券でいただけるものは日によって変わるそうです。まあ、僕は今回箸置きだったということでね、お茶碗とか、ね、大きなものを期待しちゃダメですよね。それは強く思いました。さて、せっかく真岡鉄道に乗って沿線の旅をしてきました。もう謎は解けたわけですし、最後に真岡駅へ戻って、そして真岡鉄道のシンボルである真岡駅の外観を見て、この旅動画を締めたいと思います。また10分かけて益子駅に戻らなきゃいけません。頑張りましょう。頑張るぞ。真岡鉄道益子駅戻ってきました。特徴的な駅の時計台が見えてすごく分かりやすかったですね。やっぱりここまで10分強かかってます。こんなにカンカン照りなんで映像からではちょっと分かりにくいかもしれないんですが、いや、公共交通機関を使わないで歩き続けてかなり体力を取られてしまいました。でもあとは電車の到着を待つだけです。益子駅に戻ってみたところ、次の真岡鉄道の上り線真岡下田で終わりですね。15時54分到着だそうで、約40分待たなきゃいけません。まあ、でも小休憩削る時間が増えたと思って一息入れたいと思います。で、下り方面の電車が今到着するみたいですね。後ろにあるのはレンタルサイクルそうですね。いくらで貸し出してるのかな、金額まではわからない。僕はちょっと自転車はこの格好なんで乗れませんが、よかったら益子町を歩くのに使ってみてください。
というわけで、これが真岡鉄道のシンボルである真岡駅です。僕も写真でしか見たことがなかったんですけど、こうやって見るとやっぱり SL の形をしていて、とてもユニークで、そして魅力的な駅舎だなと思いました。SL の実物ありましたよ。見に行きましょう。展示してあるものだから、多分普通に写しても大丈夫な風です。多分ここにあるのは車掌室かな。中に入るとあれなんだ。じゃあちょっとじっくりとこの SL 見ていきましょう。あれが というわけで今回の動画はどうでしたか。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。